あんまり引っ張んないでほど。なんとこれはですね、視聴者さんからのリクエスト企画です。姉が妹の前で急に倒れたら妹はどういう反応するかという。さっきさ、YouTube 見たら急にコロン、かわいいね、本当にかわいい。ちょっとコロン持ってきます、コロン。シロンが悪さしてんだ。ほら、ダメこれ。教えてくれたのか、コロン。ありがとな。コロンはね、いつもシロンが悪さしてんのね。吠えて教えてくれるんだよね。シロン、可愛いけどダメ。どっちよ。可愛すぎて叱れないというね。ダメでしょ、シロン。ダメよ。嘘って分かってたよ。分かってた？ひにちゃん。息してた。息してた。それは息はするでしょうよ。リミちゃんの前で死んじゃうわけじゃないんだから息はするでしょ。だって息苦しくなってきたって言ったのに。そうなんだ。はい、ちょっと無事この GoPro の方で撮れてたらいいんだけど、なんであっちカメラ切れちゃったんだろう。撮れてたよね、これね、多分ね。ここにこうやって置いといたから多分撮れてたよね。でもここなの。じゃあ倒れたとこどこ、もう一回再現で。今作戦開始したの。ギリギリ映ってる感じ。さっき作戦会議。そう、今さっきここでしーちゃんにママの携帯を。そう、今ほんと1分ぐらい前に見せたんだよね。そう。
で、ドッキリしたの。だからこっち行ってたの。うん、そう、どうすればいいのって来たの、ママのとこにさっき。だってさ、どうすればいいのと思って。こういうの初めてだったから。いや、たまたまなんかそこにさ、リミ座ってたからさ、なんか取りやすいかなと思って、今ふっと浮かんで、やってもらいました。リミちゃん、少しはさ、びっくりしてよ。どうしたの、しゆちゃんって。じゃあ、テイク2いく？はい、じゃあテイク2お願いします。なんか、リミなんか背筋苦しい。一緒に倒れるってこと？一緒に倒れるってこと？ね、一緒に倒れるってこと？なんかあっちもガウガウしてます。ガウ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 マンが来た。ガウガウマン来ました。ゴー。襲われ襲われる。はい、じゃあね、今回は、視聴者さんが考えてくれたドッキリ企画をやってみました。はーい、バイバイ。もっかいし、ほんと演技力のすぎて、ほんと上げないでほしい動画。恥ずかしくなっちゃった。息が苦しいって言ってたよね。息苦しいなんかさ、ママのイメージではリミの前で突然バタって普通に倒れるのかなと思ったら、いきなりしおちゃんがリミが、リミ、しかもリミって呼びかけて、リミ息が苦しいって言ってたよね。それ言ったら絶対なんかバレそうじゃね。バレてるよ。だってうちは初めてでさ、ママにこれ言ってとか言われないから。元気したって。これでもすごい方でしょ。うん、すごいすごい。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次はしおがドッキリにかかる番です。バイバイ。え、ドッキリにかかる番？あ、仕掛ける方よりかかった方がいいんだ。ママ見て。あ、そうなの。何？しーちゃんの真似。うん、ママが言ってたもの。え、向こうから歩いてきて。いいよ。うん。そう、これだよ、これ。これならびっくりするよ、しーちゃん。リミ、どうしたら助けて。ってなるよね。痛かったでしょ、大丈夫？白紙の演技でした。痛い、痛かった。痛かったって。あご打った。リミちゃんの演技素晴らしかったね。しほさん。しほちゃん、ドッキリにかかる方がいいのね。うん、そうなんだ。ドッキリよりかかった。リミは？じゃあ今度リミがかけて、やっぱしおちゃんが今度ドキリにかかる方にしましょう。はい。それでね、うん、あのね、うん、顔とか見せる方はね、うん、目をね、うん、あのね、開けてね、混ぜるときしないでいるとね、うん、死んじゃうって思うんだよ。死ぬ演技は求めてません。もうそれ本格的すぎるでしょ。怖いよ、そんなこと言わなくていいの。はい、バイバーイ。サンジーがおやつが甘いな。カミカミサンキュー。